ご紹介ありがとうございます。理化学研究所の津川と申します。よろしくお願いします。まず基本的にメタボロミクスの研究発表ですので、少し低分子寄りでペプチドとかプロテオームの人々にとってはちょっと変わった分野かなと思うんですけれども、ご容赦ください。で、最初にもさっき社記事を言ってしまおうかなと思いまして、社事を前に持ってきました。基本的にまず大阪大学の福崎先生というラボでですね、メタボロミクスとか分析科学の基礎を学んだ人間です。で、そこからちょっと全般前後しますけれども、理化学研究所に移って、今の現在の、ボスであります有田正則先生のところで、本当にいろいろ情報学とか、その他もろもろいろいろなサイエンスについてご助言いただいて、よく指導していただきました。で、そこからプロジェクトの関係で UC デイビスに何回か留学させていただいて、そのラボでまた新たに分析科学や、特にトビアスっていう方には、ケモインフォーマティクスおよびとトムチャイカっていう方には、分析科学をここでも学びました。で、理化学研究所の内部でややこしいですけど、有田誠っていう人がいるんですけれども、ここでは脂質性化学を、その池田さんとか、こっちの有田さんのところで、その脂質の、メタボロミクスに関して研究一緒にさせていただいています。で、最後になりますけれども、ここは会社になるんですけど、僕はソフトウェアとかプログラミングが全然できなかった人間で、けど有田正則さんのところでポスドクとして雇われることになったので、どうしようということで、トースト、プログラムを教えてくださいっていうふうに当時共同研究してたっていう経緯があったので、金沢さんに、教わりに行き、ここに書いてます、荻原さんとか雪平さんにプログラミングを学びました。以上、こんな背景の人間です。で、今回私が紹介しますプログラムっていうのは、すべてこの理研のプライムっていうふうなところを Google 先生に聞きましたら、ここでクリックしていただいて、右上のリンクをたどっていただくと、すべて無償で公開しておりますので、興味のある方はぜひ覗いてみてください。で、本日のお話なんですけれども、基本的には生データ、質量分析の生データの情報処理についてお話した後に、その何か本日の講演でもしゃべるかと思うんですけれども、未知スペクトルなノテーションに関して話したいと思います。で、もともと学生の時のモチベーションとして、どういうことをやっていた、どういうふうにしてこういう世界に入ってきたかっていうことを最初にお話しさせていただくと、とりあえずメタボロミクスのその根本的な目的っていうものは、その質量分析とか、今は質量分析のお話ですけれども、質量分析を用いて、その生体内のメタボローム、代謝物の総体を、要するになるべくとりあえず全部捉えて、その生体内のメカニズムを解明していきましょうっていう分野なので、基本的には一緒くたにその生体内の代謝物を測定したいっていうので、卒抽出、要するに粗く抽出したものを GC マスとか LC マスに分析をかけることになります。ですので、これは植物のモデル生物ですが、アラビトプシスタリアナの GCNS のデータのクロマトグラムを出させていただいてますけれども、その当時このような一本一本のクロマトグラムのピークっていうものが一体何なのか、や、そのといった化合物同定、さらにここのピークを切ってピークを定量する作業っていうのは、大阪大学の福崎先生のラボでは手作業でやっていたっていうものがありまして、ここに下に揃えております、僕はメタボロームテーブルって言ってるんですけれども、ここ縦軸が化合物の名前、横軸がサンプルの名前で、一つ一つのセルにはイオンの量、イオン量が書いてあるんですけれども、このような整理整頓されたメタボロームテーブルっていうものを作成する作業っていうのに、非常に時間と労力を要しておる。いたっていうところがあって、で、さらにこのような、このピークが何なのかっていうような化合物同定は、その手作業で行ってしまうと、その人によってキワキワのもの、このマススペクトル、アラニンっぽいけどどうかなっていうようなことっていうのが、その人によって、これはアラニンって同定する人もいれば、アラニン同定しない人もいると。で、そういうふうに主観的な観点が入ってしまいますので、その客観的じゃないっていう問題がありました。ですので、少なくともこの質量分析のローデータから、このようなメタボロームテーブル
のこの架け橋をつないであげようっていうことで、最初学生のテーマとしてやったのが最初です。で、今までこのような感じで GCMS 用の情報処理のツールとか、三電子準局用の情報処理のツールとか、今回 QTOF の情報処理のツールとか、そのこれはハイレゾリューション型の出力分析装置ですけれども、用ですけれども、用の、プログラムっていうものをこれまでずっとポチポチ書いてきました。で、まあ、これやっとサブミットできたような状況ですけれども、これも先ほど冒頭でお示しさせていただいたライフェックス株式会社様との共同研究にもなるんですけれども、基本的にその今までいろんなソフトウェアを書いてきましたけれども、一つに統合したいっていうことで、そのもう全社および共通フォーマットも含めて一つのプラットフォームで解析したいっていうことがありまして、そのここのアナリスベースフレームワークっていうところを金沢さんたちに手伝ってもらっていることになるんですけれども、彼らはこの各社ローデータのリーダー、読む力っていうものを持っていまして、それをまあ、僕からしてみたら、このローデータを要するに読みに行く、要するに僕自身がここの一つ一つのリーダーを書く必要がないっていうことで、その僕の労力を大幅に削減させていただいているので、これを使わせていただいてます。で、僕自身はこれを読みに行って、ただ GCMS、 さらには LCMS、 ここにちょっとだけ今日はお話ししませんけれども、データインディペンデント型、有名な言葉で言うと SWOS とか MSE とかいったようなオールイオンズの、取得方法での出力分析データの解析といった、そのさまざまなタイプでそれぞれの、データ処理っていうものを最適化していかないといけないんですけれども、まあ、この一つの箱物でそれぞれの、解析仕様が用意されていると。で、さらにこの中で先ほど冒頭で申し上げたようなメタボロムテーブルももちろんですし、統計解析や、まあ、スペクトルのマネジメントっていうこともできますよっていうようなプログラムを今年度出していきたいと思っています。で、まあ、僕は基本的にユーザーさん、特にバイオロジーの方たちっていうのはソフトウェア、ビューア、GUI がないと、まあ、やってられないっていうようなことが考えている人間で、その GUI を作るっていうのはサイエンスの一部だっていうふうに考えている人間なので、そのこういうふうなビューアとかも作ったりするんですけれども、これはその MS ダイヤルっていうプログラムのビューアになるんですけど、それぞれの要するにここ横軸が保持時間になってます。で、縦軸が MOVERG になってます。で、一つ一つのスポットっていうのものが代謝物として検出できたピークの位置を表していて、ここのスポットに焦点を当てているわけですけれども、この瞬間のアイソトピックイオンのやつがここに出ていると。で、ここの MOVERG でのエクストラクティッドイオンクロマトグラムがここに出ていると。で、もしここの、イオンに MSMS がタグ付けられていたら、ここの右のパネルに表示されていて、で、それのリファレンスで、これで化合物同定がされているなら、ここにリファレンスのマススペクトルが出てくるというようなソフトウェアを作っていて、例えば、まあ、アライメント、データ統合、いろんなサンプルを読み込んで、最終的にはこのような、まあ、これは藻類の例ですけれども、ユーグレナがこの化合物をどんだけ持っていたか、クロレラがどんだけ持っていたかとかいうような、この棒グラフや、その、まあ、アライメントがちゃんとうまくいっているかなとかいうような、その確認のビューアーとか、これは PCA を簡単に出しますけれども、こういう統計解析のビューアーとかも合わせて使っています。で、まあ、2016年にも、そのネイチャーに、まあ、この僕のソフトウェアをレコメンデッドツールとして、メタボロミクスの、推奨ツールとして紹介していただいたんですけど、ただこの MS ダイヤルというプログラムはクロマトグラフィーをかましたデータに関しての仕様になっておりまして、まだインフュージョンとかのデータにはまだ対応していません。あと、イオンモビリティについてもまだ対応していません。で、ただ、まあ、そういう背景から、その情報処理に関しては、この、まあ、MS ダイヤルというプログラムを基盤として、そのここに書いております、要するに標準プロトコール、低分子の質量分析データは、まあ、できればこのプログラムで一括管理していきたいな、なるべく世界中の人々がこのプログラムで今後代謝物の解析をやっていただけるようなコミュニティっていうものを作っていきたいなと個人的には考えています。で、まあ、ここはざっくばらんに紹介するとして、次、このアノテーション、
の話に移りたいと思います。でここに、ライフィックスの金沢さんが来ているので、ちょっとこの次のスライドを出すのはすごい心苦しいんですけれども、僕に特に質問が多い、僕プログラム書いてて公開しているんですけど、質問が多いベスト5をここに挙げさせていただいたんですけれども、一番ぶっちぎりで多いのは最初の ABF のファイルコンバートがうまくいきませんというような、質問がやっぱり多いです。ただこれちょっと要するに信頼性とか名誉のために言いますけれども、その基本的に今はものすごく安定しています。この質問はほとんど出てこなくなってきました。最初の初期の頃は例えばウォーターズさんは、ロックマスキャリブレーションっていうものをずっとかけていて質量構成とかをしているんですけれども、ウォーターズさんが提供しているソフトウェアデベロップメントキット SDK っていうものがロックマックスっていうものをサポートしていませんでした。要するに僕らサードパーティーが取れるものっていうものはロックマスが外れたデータしか取れなかったっていう経緯がありました。で、ですがそれでやり取りしていく中でやっとそれを解決できまして、最終的にはで今ではプロトウィザードのコミュニティ MZML というやつですけれども、それに変換するときもロックマスがちゃんと解消されるっていうように最近ではなってきて、まあ、まだまだ改善の余地は当然あるんですけれども、ここは安定してきました。で次に多いものとしてはピーク検出およびデコンボリューション GC マスでよく使うんですけど、今日はあまりやらないですけど、アイソトープとかアダクトの認識がうまくいっていない部分があると。でこれプログラム書いてる人はよくわかると思うんですけれども、なんか論文では数式とかかっこよく書くんですけど、実際に重要なのって単純なデバッグ作業とか本当に細かいところ、そのかっこいい数式では対処できない本当に細かなアドホックなソースコードっていうのをどれだけ積み上げられるかっていうのが多分いいソフトウェアとかいいプログラムを書く根幹だと思うんですけれども、この質問はすごい多いです。でただまあちょっと実績があるっていうのもあって、その3年前からこういうプログラムを書いてるとすごい質問の集積とかそれに対して対応してきた集積がありますので、ここの辺も最近ではあまり聞かなくなってきました。でこのアライメントがうまくいっていないところ、つまりデータ統合のところですね、データ統合もうまくいっていないっていう例がよく聞こえたんですけれども、これも対処できてきました。つまりここのような情報処理っていうものはこちら側でなるべく対処結構対処できてきたんですけれども、このアノテーションに関する質問に関してはまだまだ僕の中で明確なソリューションというものが与えられてないということで、今回ここのトピックとして挙げさせていただきたいと思います。そのゲノムの例えば RNA シックのアノテーションと違うところとしては、まずアノテーションの方法が決定的に違うというふうな感じになるんですけれども、まずちょっとリマインドとして、例えば LC-MS-MS でその化合物同定っていうものは低分子はどうやってるかっていうことをお話しさせていただきたいと思います。まずこれ先ほどと同じ図なんですけれども、ここのこのピークは何、この代謝物は何っていう質問に関して、まずは精密質量の値でまず絞り込みをかけます。でそこからさらに次は保持時間っていうものでちゃんと考えます。で最後にこの MSMS が標準品のマススペクトルと類似しているかどうかっていうのを確認します。でここで大事なポイントとしては、そのこれまでメタボロミクスのコミュニティでは標準品を流してその保持時間および MSMS が一致しているものでしか化合物同定って言ってはダメですよっていうようなコンソーシアムで言われていました。でですのでこのような標準品を用いた化合物同定をしていくっていうことがまず根幹にあるんですけれども、まあ、後々に出てきますけれども、この化合物同定だけじゃ要するに全然アノテーションができないっていう問題があるので、今日の演者の方々皆さんここの辺トピックをそれぞれの解放でアプローチしていると思うんですけど、僕は少しざっくばらに大枠だけ最初の演者ですので話させていただければと思います。まずアノテーションの第一選択なんですけど、だから当然標準品のデータベースを使うっていうものが第一選択になると思います。で左が今現在標準品のデータベースとして登録されている化合物数およびスペクトル数になります。その重複とかがありますので、実際にその MSMS の数と登録されている化合物の数に
差異はあるんですけれども、ちょっとこの辺キュレートしていないので、ちょっとマスバンクだけ見てください。西岡先生、有田先生らがマスバンクっていうもの、要するに必要分析のデータベースっていうものを作っておられますが、ここで今登録されている標準品のスペクトル数って一体いくつかっていうと、そのユニークな化合物数はだいたい3000個です。で、この辺は重複も含めているので、実際にはどのデータベースも1万いかないと思います。だいたい5000前後だと思っています。で、それに比べて、要するにここの横に載っているのは化合物が生体内にあるよって認識されているものを登録しているデータベースです。ここに例えば HMDB という形でヒューマンメタボロームデータベースって呼ばれるんですけれども、これは人の中にこの低分子代謝物はもうあるよっていうふうに言われているものがいくつあるかなんですけど、だいたい4万ほどです。で、これは日本の金谷先生のデータベースですけど、天然物では電子化されているのがだいたい4万5000で、ナチュラルプロダクトので大きいデータベースとしてはだいたい20万弱の化合物数が登録されているので、この数字とこの数字の桁数を考えたとしても、要するにまだマススペクトルのデータベースはこの桁数に追いついていないといったような現状です。ただここに書いているように、少しは少しっていうか、かなりの量がもう今はマススペクトルが集積されてきているので、これを使わない手はないと。で、最近はよく便利なデータベースも出てきまして、そのマスバンクオブノースアメリカっていう、略してモナっていうようなデータベースがオリバー先生のラボから出ていますけれども、ここは要するにセントラルレポジトリとして、それぞれの先ほどのスライドで挙げたここら辺の無償のものですけれども、を1個のダウンロードサイトにまとめてくれているウェブページがあるんですけれども、僕らはもうここから全部どこかいろんなウェブページに行かなくても、ここからダウンロードすれば全部のスペクトルデータベースが取れるといった便利なものになってきています。で、僕自身もここからペーってダウンロードして、その MS ダイヤル用にちょっとデータベースを加工してあげて、自分のレポジトリに置いています。だからユーザーさんとしては、その MS ダイヤルスタートアップキットって僕言ってるんですけれども、その MSMS ベースで化合物同定したい人は、この一番上のリンク、だいたい今1万5000のレコード、ポジティブだったら1万5000のスペクトル数、ネガティブだったら7000弱のスペクトル数っていうのの表品スペクトルがここに入っています。で、この、GC マスベースで同定する人はだいたい1万5000ほどのマススペクトルのデータベースがこのような形式、これは NIST フォーマット MSP とか呼ばれるやつなんですけど、ちょっと小さくて申し訳ないんですけど、化合物の名前とか、これ MSMS の情報など、プリカーサイもオーバージーもおよびアダクトの情報、どんな装置で出力したかとか、誰が取ったかとか。で、ここに M オーバージーとインテンシティ、M オーバージーとインテンシティっていう、ペアのリスト、MSMS のリストがここに載っているというような状況になっています。で、当然、ここのデータベースに載っているもので化合物同定ができれば一番ハッピーなんですけれども、当然先ほどの前のスライドでお示ししたように、まだまだその化合物の総体には届いていない数になっているので、じゃあどういうふうなものがあるかっていうことで、まず次アノテーションの第二選択という形で、そのインシリコの MSMS の話をしたいと思います。これは植物の二次代謝物とか脂質に関しては有効な方法だと思うんですけれども、これはそのプロテオームの方たちはすごいしっくりくるかなと思うんですけど、スキャフォールドがすごい一定している化合物群に関してはこういう方法はすごい使えますっていうことです。というのは、例えばここにオスファチルコリンの、こっちに即差の一つとして16の0で、即差の一つとして18の2っていったような脂肪酸がついていて、でこれがグリセロールを母体として極性器としてホソコリンをつけているオスファジルコリンという化合物ですけれども、これをそのフラグメンテーションを起こさせると、どのようなフラグメ MSMS になるかというと、まずプリカーサイオンはこれ偽酸とか酢酸アダクトで変わるんですけど、これは酢酸アダクトの例ですけれども、プリカーサイオンは酢酸アダクトとして出ることが多いです。で、ここからその M- メチル基としてのマススペクトルがユニークなイオンとしてホスファジルコリンからはよく出ます。で、ちょっと小さいんですけど、この辺にもホスファジルコリンの極性器を定義できるマススペクトルがここにあるんですけれども、基本的に僕らはここのニュートラルロスプリカーサイオンからここの 742.5 の
フラグメントが見えれば、あ、これは PC なんだなっていうようなことが言えます。で、一方で、ここの、あ、これちなみにネガティブイオンの MSMS ですけれども、ここの緑の脂肪酸がそのまま取れたイオンと、ここの青の脂肪酸がそのまま取れたイオンがちゃんと大きく出てきますし、ここに片方だけ取れたリゾ体としてのフラグメントイオンはこの辺に出てくるんですけれども、ポイントとしてはこのようなスキャフォールドが一定の化合物群では、例えばここがパルミチン酸からステアリン酸に変わったとしても、ここがリノール酸からリノレン酸に変わったとしても、ここの母体のグリセロールのあたりでフラグメンテーションが起こりやすいっていうこの根本原理は変わらないので、その機能法的にマススペクトルを予想することができます。ですので、このような脂質に関しては、今ちょっと一例で、例えばホスファジルコリン、ホスファジルノシトール、ホスファジルエタノルアミンといったような、その各脂質クラス分子種に対してその特定のイオンっていうのをちゃんと標準品を2、3個およびそれ生態資料そのものを打って、どういう出方をするのかなっていうふうに確認して、共通イオンを抽出して、その機能法的にマススペクトルをジェネレーションしてあげると、このような形で、これはマウスの皮膚のデータですけれども、横軸、保持時間、縦軸、エモーバージーで、この辺にリン脂質がいっぱいいますよ、ここにセラミドがいっぱいいますよっていうように、ここは脂肪酸、ここはアシルセラミドとかが出てくるわけですけれども、浸水性化合物としては大体100個200個多くて100個ぐらいの同定しかできないですけれども、質に関してはそのこういうふうにインシリコで組める分、アノテーションっていう言葉としては300、400、および多い時では500個ぐらいの脂質がアノテーションできます。第三選択です。第三選択っていうものは、要するにそういうふうなスキャフォールドが一定していないものに関しては、じゃあデノボで作っていくしかないですよねっていう話になるんですけれども、その本当に実測のマススペクトルのデータベースとか、要するに機能的に考えにくいマススペク化合物群っていうもの以外はどうやって同定しているか、アノテーションをつけているかっていう、そのが最後の話です。これは山本博之さんがちょっとお話しされるかなと思うんですけど、その基本的にはまずスペクトルのプリカーサーイオンから、要するに候補となる組成式をノンバイアスで算出します。で、このような組成式は、要するに質量だけで絞り込んでいくと、要するに組成式の候補が大量に出てきますので、絞り込んでいってあげないといけないと。で、どうやって絞り込みをかけるかっていうと、当然マスエラー、要するに理論値とどれだけ一致しているかっていうのも重要な情報になってきますし、アイソトピックレシオの一致度が理論値とどれだけ一致しているかで、現在では MSMS の情報も取れているので、この情報も考えて、この組成式の最もらしさっていうのを評価してあげると。で、最後、ここはすごい重要なファクターなんですけれども、この組成式候補の中で、すでにこの生態内にも報告されているよっていうような組成式がもし含まれていたら、それは候補と、要するに正解である可能性っていうのは非常に高いっていうようなバイアスをかけることもできます。つまり、この中のこの組成式だけは、例えばヒューマンメタボロームデータベースにもうすでに登録されてますよっていうふうな情報があれば、じゃあこいつは優先的にピックアップしてあげようっていったようなこともできてきます。で、そういうことをするために、で、先にこの後も説明してしまいますが、こういうふうな方法論で組成式が一義的に決まれば、じゃあ次は構造、この組成式に合致する構造って何かっていうことを、既存のデータベースから探しに行き、構造を拾ってきて、で、このような構造の中から、じゃあ次はどんな構造が要するに最もらしいかっていうことを当てるためのプログラムも一緒に書いています。実際にはちょっとだけ最後に説明しますけれども、この実測のマススペクトルに対して候補化合物をそのちょん切ってみて、簡単に言うとちょん切ってみて、そのこのフラグメントと合うかっていうような、その一致率を持って化合物のアノテーションをします。で、その一致率が高ければ高いほど、その構造、この構造が正解である可能性が高いですよねっていうようなバイアスを持ってアノテーションを行っています。で、このプラットフォームを走らせるために、まず重要になってくるものとして、その大量で申し訳ないんですけれども、
要するに基地の化合物のデータベースをまず作ってあげようと。これ横軸は化合物の名前で、でこっちが化合物の、データベースの名前なんですけれども、この化合物はこのデータベースに登録されていたよ、どの化合物はこのデータベースに登録されてないよっていうような感じの、こういうデータベースのキュレーションをまず内部で行っています。ですので、こういうことをデータベースを作っておくと、この組成式がこのデータベースに含まれているかどうかっていう QLE 検索も簡単にできますし、この組成式と一致する化合物構造を引っ張ってくることも簡単にできたりします。で、これもここの論文にすでに投稿しているので自由にお使いください。で、実際にじゃあチョンギルってどうやるのかっていう話なんですけれども、僕はここではケミストリーデベロップメントキット CDK っていうものを使っています。で、CDK を使う理由なんですけれども、基本的にはその原子と結合の認識およびそのこの化合物の要するに配列からスマイルズを生成するために使っているんですけど、スマイルズっていうものは要するに化合物の一元表記みたいなものですけど、それをするために僕は CDK の力を借りています。で、こういうことを、これを用いてどんなことができるかっていうと、例えばこれサポニンの化合物で有名な、水素のリアレンジメントが起こると、こういう反応、ここの OHH が取れて脱水が起こって、ここに二重結合ができるっていう、この反応はその in シリコの、コンピューターでどうやるかっていうと、もう単純にここの OH の結合をこう切ってみて、でこの部分構造、残った部分構造から要するにここが 2H 取れて、二重結合を、形成してるんだなっていう解釈も込めて、マイナス 2H プラス要するにプロトンアダクトとして表記するっていうようなことを実際にはやっています。で、これは逆 DLSRdR 反応の有名な例ですけれども、特にフラボノイドとかでよく見られる系ですけれども、ここに二重結合がありますけれども、結論から言うと、ここの二重結合の対角のここの結合が切れることはよく知られていると思うんですけれども、こういうような RDA の反応を模倣するためには、例えばこの結合1をこうプチプチって切ってあげて、その M-2H プラス H、ここに二重結合、最後は R 系になりますので、ここに生成する反応はマイナス 2H として評価してあげて、化合物の構造を生成してあげると。で、このようなコンピューターで切った内容と実測のマススペクトルがどれだけ一致しているかを持って構造推定というものを行っています。で、これもビューワーっていうものを一緒につけていまして、ユーザーがこの化合物わからないんだけど、このスペクトルわからないんだけどっていうことを、ここの QLE に投げてあげると、要するにユーザーはダブルクリックしてあげると、このように組成式の候補がザーって出てきます。で、この組成式は要するにマスエラーはどれぐらいだったよとか、スコアがどれぐらいだったよと、この組成式はこのようなデータベースにすでに登録されていたよっていうような情報が出てきます。で、こういうふうな理論的なアイソトピックレシオとのシミュラリティもここで確認できます。で、今はどれかをクリックした例ですけれども、この組成式なんだろうなって思ったら、今度は構造検索に行きます。で、この組成式と一致している構造っていうのは、今回の例では3つになるんですけれども、先ほど申し上げたように、ここの実測の MSMS のスペクトルに対して、この構造とをプチプチ切ってみて、これを要するに説明できるかなっていうことを考えさせます。で、この説明できた一律を持って、その順位付けをしてあげて、最終的にこれが最もらしいですよっていうようなことをやったりします。で、ちょっと時間の関係上、ちょっと GCMS の話は飛ばします。で、実際にこのような構造推定のソースコードを作ってみて、実際にどれぐらいの精度でできているかっていうことを最後にお話しさせていただければと思うんですけれども、今これ横軸が、今これやったのはマスバンクに登録されている化合物が全部アンノーンだとして、そのマスバンクに登録されているマススペクトルをノンバイアスで考えさせて、どれだけ正解を引っ張ってこれるかっていうことをテストした結果です。で、ここは横軸はランキングで、縦軸が正解率なんですけれども、マスバンクに登録されているマススペクトルのうち、正解構造を1番として認識できた確率っていうものは大体65%を切るというようなぐらいです。で、上位3番目まで、5番目かな、5番目ぐらいまではその正解構造が
まあ、85%以上ぐらいの確率で来れるよっていうような話です。つまりこれ今例えば構造の候補が100個出てきたとしても、上位5つのうちに、まあ、正解構造が含まれていますよっていうような結果になっています。で、これを用いて、まあ、要するに新規化合物の決定とかも実際に行っています。で、最後に、まあ、こういうふうな、要するにこういうふうなインフォマティクスツールって低分子の業界ではいくつかあるんですけれども、まあ、それと比較してもスピードとかその精度っていうもの、まあ、レビュアに出せって言われたので、もう無理やりやったんですけれども、この論文書くんやったら自分のものが一番って言わないと通らないので、一番になるように、まあ、頑張って作ったわけですけれども、まあ、スピードは速くて、確かに正答率も高い方だと思います。で、まあ、最後になりますけれども、今僕が管理しているプログラムで大きく分けて3つあります。1つはそのノンターゲット用の、情報処理ツールの MS ダイヤルです。で、ここで、まあ、先ほど言った実測のマススペクトルのデータベースとか、インシリコ脂質などの化合物のデータベースでアサインできないものに、アノテーションできないものに関しては、先ほどまで説明した MS ファインダーっていうようなプログラムで、その構造のアノテーションっていうものを行います。で、最後にバリデーションっていう話なんですけれども、これ要するにノンターゲットでやってしまうと、そもそも定量がうまくいってない時ある、ピークの誤認識っていうものは大量に出てきますので、やっぱり最後確認する時はピーク一つ一つを手で切って、でちゃんとした定量値を出すっていうようなプログラムを書いてあげないといけないんですけど、それがいかんせんユーザーにとっては苦痛ですので、それをなるべくその苦痛から解放してあげようっていうことで、その定量解析用のツールっていうものも作っています。まあ、今回はお示ししませんが。で、最終的にこういうふうなディスカバリーフェーズとかバリデーションで、最後にこういう定量から出てきた結果をバイオロジーにつなげていけるような研究を今後ともやっていきたいと思っています。で、これが最後のスライドです。僕から見て質量分析の情報学の課題とか問題点っていうものを5つ挙げさせていただきました。1つは言ったようなアノテーションの問題です。で、問題点2としては、これ意外に難しいんですけれども、アダクトイオンの認識ってちゃんとやるのはすごい難しいと思います。だから情報学をこれから頑張ってみようかなっていうような人には、ぜひこのイオンが M プラス H なのか、もしくは M プラスなのか、 M プラス NA なのかっていうのをパッパッパって分かるような方法っていうものを考えて、一緒に考えていただけるとすごい嬉しいです。で、この信頼できる域値の設定っていうのもすごい問題として挙げさせていただきますと、その MS ファインダーのプログラムで一番多いのは、この候補の化合物いっぱい出てくるけど、スコアがいくつ以上だったら信頼していいのって聞かれるんですけれども、その質問に僕は明確に答えられません。単純にもう上位5つを全部調べてくださいとしか言いようがないんですけれども、まあ、このスコアっていうものをどれだけ化合物同定も含めて、そのこの値以上だったらとか、確率的に95%以上正解なんですよっていうような域値の設定っていうものをやっていきたいなと思っています。で、最後フラグメンテーションの予測って、これはもう僕の一大テーマですけれども、これも引き続きやっていきたいと。で、こういう回のいいところっていうものがあると思うんですけれども、その僕自身学生から始めて全くコンピューターも持ってなかった人間なので、情報科学を、質量分析ベースの情報科学を日本語で学べるツールってないと単純に思いました。どうやってピーク検出してるのとか、どうやってアライメントしてるのとか、どうやって化合物同定してるのとか言ったような、そのツール作成のための教科書っていうものとか、単純に教えられる人、僕自身はそういう教えられる人に巡り合ってきたので、すごいありがたいなって思うんですけれども、そのもうちょっとその教育的な観点からも、もう少しやっていければなと思っている次第です。以上です。発表終わります。ありがとうございます。